北海道静内郡の一静内郡は北海道日高市町にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は日高郡新日高町の一部にあたる。鎌倉時代から室町時代にかけて本州側と交易などが行われたと考えられている。江戸時代に入ると、正木藩の商い場地行政による商い場が開かれ、後に 場所を家を遺跡に移行し室内場所が、現在の春立地区元静内に位置した。名前の由来は、元静内沢のアイヌ語名であり、函館市中央図書館所蔵、まさきえぞずには、すつ、こ、1791年の、東えぞちまさきより厚けしまで、道中期では、アイヌの発音として、しつつご、上原熊次郎、えぞち名校並びり定期には、 アイヌ語の音として、死逸語が記録されている。地名の解釈については、ヒーババの沢、祖母の沢、ブドウズルの沢などの小説がある。漢字表記はしずうち、室内など。陸上交通は、都道国の函館から、道東や千島国方面に至る、道の途上となっていた。江戸時代初期、正記き年々によると1633年に、渋地ありで、 金山の見立てが行われた。また同書によると、1660年には、しぶちやり川で、イサカナが現れたという。1669年にはこの地で、釈迦院の戦いの先端が開かれる。正木江戸図には、ひほら川わ、しぶちやり、うせない、すつ、こ、ケりマが見える。江戸時代中期、1700年成立の正木き統合町には、二株 渋茶里、三板市の記載がある。完成年間には静内神社前身の恵比寿神社が創建される。江戸時代後期、静内場所は東江戸地に属し、幕府が警護のため天領と士官場が置かれていた。また文化年間には、琴平神社前身の弁天社についての記載が見られる。百二十一年一旦、正木藩領に服すものの、百五十五年再び、 天領となり、仙台藩が警護を行った。1859年会所が東静内に移設される。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して静内軍が置かれた。北海道1.2級町村制止工事の静内軍の町村、ありがとうございます。